ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの舘順です。10月6日日曜日ですね。えっと、昨日仕事がありまして、ね、今日、今日見てください。Windows、Windows95、Windows95 の T シャツをちょっと買いまして、<laughs> で、ちょうどね、後期からデジタルマーケティングっていう、ちょっとね、朝飯を食いながら、デジタルマーケティングっていうあの授業をやるんですけど、 マーケティングさえ結構わかんない。一人も多分分かってないと思うんですけどね。も僕も分かってるかって言ったら微妙ですよね。でもこの授業で教えるからこそまた学ぶみたいなところもありまして。はい。で、えー、っと、まあ、今日休みで明日授業、後期一発目の授業なんですけどね。あの、そうですね。今、いろいろね、こう。 ニュースとかもいいっぱいあるしね、なんか選挙もあるしまあ僕もプライベートも引っ越しして <laughs> まだお全部片付けてないんですよねかなり片付けたんですけどまだ完璧前の,かあの家から持ってきた古い家具とかもあるしなんか捨てられなくてなんか冷蔵庫も2個あるんですよ無駄に別にいらないんですよ1個も,もら捨てればいいんだけど何となくあの台にしちゃってて。<laughs> すみませんちょっとサンドイッチを食べますねちょっと最近ねもうなんか金もったいないんでね朝もねあの喫茶店とかカフェ行ってたんですけどサンドイッチをね作るようになりましたあのトマトときゅうりと生ハムと入ってますあの自分で作るとね かね。あのうち実家はちっちゃい頃ご飯だったんですけどもほとんど朝って食パンを食べるっていうかねあとレーズンパンとかなんか親がで僕も朝はご飯和食っていうよりももうパンっていうなんか洗脳ですよねそういうのがあって。 で自分で1人暮らしとか始めてもなんかサンドイッチを作るんですよ。別にうまくないうまくないっていうかただ生ハム挟んだりきゅうり挟んだりあと僕喫茶店で昔バイトしててでその時もサンドイッチ作ってて結構ねサンドイッチのノウハウっていうのは割れてを知ってて別に挟むだけなっていうんですけどまあなんか細かくその楽しかったんででたまに丁寧に作るんですよ。その シーチキンときゅうりを和えたものとかただ誰のため自分のために作るんですけどねそれをストックしといてとかねあときゅうりもスライスしたのタッパーに入れといてでまあ朝こうのっけるだけみたいなトースターはないんですよねだからフライパンで軽く焼いてみたいなそんな感じですよねなんかね疲れもう全然取れなくて。 なんか仕事って体力というよりメンタルじゃななですかなんかん不景気とか言って人手不足と,いといか言うてるけど結局みんなメンタルが病んでるんで仕事いくらでもあるんだけどみんな辞めちゃうんですよね。で日本社会も生きづらいですね。 なんか最終的にまあなんかこんな臭いけどお金持ちの人も知られるし政治家さんも僕政治やってる人も知り合いでいるし教員まあ普通の中小企業の人も社長もなんとなくねやっぱりなんか。 みんな満たされたいんですよ、誰も。お金ある人でも、まあなんか家族だったり、なんかいろいろ問題あるじゃないですか。子育てだったり。だから、かといって僕みたいな一人目はね、気楽ではいいんだけど、お金僕ない、そんな稼いでないですし、言うほど。暮らしてはいけますけど。みんなないものねたりっていうかね、なんか、僕なんか寂しいのとかよく言われますよ。もう50、 52っすからね、やばいっすよねもう二十歳の時の僕なんかこう想像し,しなかったですからねで学校あしで会う子なんか自分の息子娘ぐらいの年齢なんでなんか絶望を通り越して で同僚の先生もまだ30歳でね僕の子供ですよマジ大学の時に結婚して産んでるやその子は子供ですかねなんか、ね、年齢関係ないっていう人なんかありますよ絶対そんなのもちろん金あって 頭がすげえ良かったら年取っても稼げるし若いことっていうかバ1罰2ツ3あったってまた子供作って育てられるしまあ関係ないと関係ないけど世の中の人はほとんどそうじゃないしもっとねあの僕なんて今専門学生苦学生ねお金なんつうの学費も結構ギリギリで。 やっぱ大学行かなかったってことは大学の学費も払えないとかねまあいろいろあると思うんですけど、まあ、専門店2年でもう来年終わるんで経済的にすごい余裕あるとは思えないんですけどなんかもうちょっと、まあ、底辺っていうか底辺ではないですけどね専門学生は。のなんか人たちの気持ちを分かってあげられないかな政治家はって感じですよね。僕はなんか 僕はなんですかねそのうん僕なんですか、ね、でも僕はねあのリスペクトしてる学歴なくてもリスペクトしてる友人もいるしただ今学校という場なんで学校というのは勉強を教えるところなんでやっぱりやっぱちょっとできないとやばって思うしあの先生でもねちょっと知識と教養がないと。 その教団に立つ資格あんのかなっって思ったりしますよだから学校ってそういう場アカデミックなとこなんで専門といってもやっぱりほとんど講義なんでねだからそなんかそういうとこに矛盾を感じて専門学校ってな大学じゃないからでも小学校なんかアカデミックにしようとしてるんですよビジネスをだから難しいですよね学生はなんかやっぱ勉強嫌いな子たちしかいないんで。 得意なな子いないですよね <laughs> まあそこそこ賢いやつはいるんですけどね数人まあそいつらができるかつらできないんで勉強まあでも勉強できなくても稼げればいいと思うんで社会はね東大生が全員稼げるかつはそうでもないし稼げないじゃないですか前の会社も東大の出身者いましたけどまあそれすごい仕事ができるっていうのが何かっていう僕は仕事ができる 何かなって抽象的ですよね。稼げる人がやっぱりいい、ね、学校小学校中学校高校大学専門もそうだけどやっぱりアカデミックなことは稼がなくてもいいっていうか専門性を極めて教えればいいってプロになればいいって僕は思ってますよねなんかあんまりその稼ぎ方をビジネス学校なんですけど稼ぎ方知ってる人が先生誰もいないんで多分稼いでる人が専門学校の先生なんかやってないですからね。あの きっと忙しくてまあ、そんな矛盾を抱えながらっていうのが社会なんでしょうけどねなんか日本ってね今クリーニングへ行ってきたんですけどやっぱ平和でね接客もいいし治安もいいし治安もね悪いところありますよいっぱい僕のエリアはいいんですよすごい東京のねだから住みやすいこれ以上の住みやすい国はないとは思うんだが 幸福度ランキンキグは低僕も「あなた幸せですか?」って街頭にインタビューされ、た外街のインタビューは絶対受けないですけどされたら幸せなのかなって幸せとは言い切れないですからねなんか僕楽しそうにしてるねとかよく言われるんですけど別にね別に女友達もいますし別に女性とお茶するとか。 どっかか行くとか別に不自由はしてないっていうとあれですけどあの異性ともね別に交流してるし別に孤独でもないっていうかなんなんですかねみんな孤独って一人ぐらいして独身っすよ <coughs> 孤独感あんま感じないっすからね一人が好きなのかななんか自分のことでもよくわかんないですねたただなななんんかかもう大きいい飲み会み会 そういうういいのはもう行きたくないっすね二度二度とっ2人とかだったらいいんですよ3人まあマックス3人か、ね、4人とか行くともう行きたくないですね飲み会みたいなねだったら1人か2人がいいかなって思いますね <laughs> まあ美味しい飯屋さんだったら <laughs> 人数でもいいけどなんか おいしい飯屋さんでいっぱい頼むと自分のところに料理回ってこなかったりするじゃないですか <laughs>。あとガブガブ飲むやつと割り勘するの嫌だし結局経済なのかなと思いますよ。なんか今若い子が飲みに行かないって言うじゃないですかあれやっぱりお金がいっぱいあったらおごるやついるだろうし僕はバブル崩壊組なんですけどバブルの時おごってくれてましたもんねいっぱい居酒屋の店長だっておごってくれたし今はおごってくれないでしょ給料。 物価も上がったしね飲み屋もまあ値段上がってるんででもでも安いとこうちありますけどねなんかなんか地震も起きるだろうしこんな政治ぐじゃぐじゃな状態で本当に東海南海トラフとか起きてほしくないですよねなんあのトラフのねエリアのまあ東京もそうですけどあそうだあれ買わないとね水水をね1週間分の水と食料みたいな今日行ってこうかな あ,のああいう大手の,あの量をいっぱい買えるとこまあも、ねまあ、なかなかねこう買わないっすよね僕もベランダにまあ置こうかなと思ってるんですけど、まあ、買った方がいいっすよね本当今日にでもねどうしようかな水と缶詰でいいっすよねまあアマゾンで買うのが一番いいでしょうけどね まあ今日行こうかななんとなくこういうの思い立った時に買っといた方がいいですもんねいつ本当に明日今日明日大地震起きるか分かんないですけど今無政府状態ですからね本当にね皆さんどうですかあの防犯防災用のグッズって食料とか確保してますまあ今ライブ配信じゃないんであれですけど一人暮らしね僕だから ご飯はあは僕あれなんですよ米炊くのが1人分だしめんどくさいし炊飯器持ってないんでフライパンからチンするご飯があるんで、まあ、これを大量に買い込んでおけば1週間分ぐらいはあるかなって感じなんでまただいぶ減ってきたんでねまずちょっと今日買っていこうかなとやっぱ米米と何すかねラーメンとかでしょうね結局お湯沸かせないですもんね ガスコンロやっぱ買うべきかな電気うち IH なんでガスないんでコンロを買うしかないんですかねボンベでねまあめんどくさいなみんな買って僕みたいな感じなんでしょうねな買ってないんでしょうねトイレットペーパーもねまとめて買っとくかなトイレットペーパーなんかやたらみんな気にしますよねトイレットペーパー 買っとこうかトイレットペーパーを鼻紙用とトイレ本当のトイレのやつとあと何買おうかな行ってこない今ちょっと駅前行ってきたんですけどまた駅前行かなきゃいけないですねまあでも買っとこうかななんとなくこうやって話してるとね気になっちゃって買わなきゃいけないなって思うんでねあと日ハムがね3連勝して CS ですよねじゃ俺ねクライマックスシリーズ チャンピオンシリーズ何つうのあの、セ・リーグ3位までで、2位と3位が戦ってまで1位あれね、全く今までね、20年ぐらい経ってるらしいですね。全く興味なくて見てなかったんですよ、実は。ニュースは見てたけど、試合自体、日ハムと中日ですからね、僕、全然出れないじゃないですか。だから、なんか、ああ、もう B クラスか、みたいなだったんで、やっと見れるっていうかね日、中日も B クラス厳しいですよね、もう。なんで。 日ハムが出れるっていうのでやっとこう野球は夏が再燃したっていうかね去年ビリですからね日本ハいたず中日もビリだったんで今年もビリなの分かんないもう中日はちょっと脱落してでもさあのね最近 <laughs> あのまた古典ラジオっていうあの,の聞いてるんですよ あのポッドキャストなんですけどで深井さんっていうねあの、まあ、まだ若い40ぐらいなのかなすごい古典ラジオって歴史をねあの3人で話すみたいなヤんヤんさんとあともう一人元お笑い芸人のねんだっけなんだっけ,、えー、なんだっけ忘れちゃったまあい面白いんですよそやっぱねやっぱ3人っすね会話あの古典ラジオの話すると深井さんがすごい頭よくて。 どっか九州大学で,でヤンヤンも九州大学で中国人の人でまあでもそれはおとなしい感じもう一人の人も <laughs> なんか九州大学,の大学院でなんかまあお笑い芸人そのね3人のね感じがちょうどいいんですよね深井さんだけだとまああんだけ勉強できそうな人だしこう喋るのも上手だしイケメンだしねまたねあの爽やかででいいんだけどあれだとねあんま聞かないような気がするやっぱヤンヤンさんとあのなんだっけもう一人の。 株式会社ブック代表のねあの彼がいることによって3人がやっぱそのなんか英会話のなんだっけ3人も人気でしょなんかやっぱ3人で集まるとこやっぱ文珠の知恵じゃないですけどね3つの矢じゃないですけどねやっぱりそのなんかいい感じで中和されるんですよねだから3って大事かもしれないですね子供も3人いた方がいいしきっと会社作るのも3人いた方がいいかもしれないですよね3人ですよね僕今会社あんだけど ちょっと株式会社にして3人本当にやってくれる人を探すしかないなと思ってやっぱ1人はね厳しいですよねでまあ1人でもなんかついてくれる人がいればいいけど <laughs> やっぱねこう組織にいるとねやっぱりねそこ組織のルールっていうのがあってやっぱそこ従わなきゃいけないやっぱ苦痛ですよね、まあ、<laughs> 僕はねなんかやっぱりね昔からねそう <laughs> ルールは自分で決めたいっていう人僕ね誠実だと思いますよ割と真面目ですし僕高校までの先生僕のことも真面目だなって思ってると思いますよでも基本的には真面目なんですよだけどやっぱりこう矛盾を感じるったら自分で考えて行動する方なので違うなと思えばやっぱりいろいろ考えますよねだからうん部屋もね汚いんですよ汚いっていうか 散らかってるけどまだまたね誰かがやってくれりゃいいんですけどそうはいかないんでねちょっと少しずつ今日も片付けようかなと思ってるんですけどまた散らかっちゃってね洗濯とかはしてるんですけどまあ部屋お店できないですけどねこの窓側しかこっちがね窓側むかっちにベランダでこっちが窓側ってちょっと出窓みたいになっててそこにねハイビスカスとか置いてあるんですけどこれなんか映すと場所バレちゃうんで嫌なんで YouTube ね誰が見てるかわかんないねあチャンネル登録お願いしますね 最近ね学生さんと喋ってるからまだそれが楽しいのかもしれないですね若いキャンプ実習行ったりあとサッカーも一緒に見に行ったりねあの国立競技場清水エスパルス対横浜 FC の,あの,あの僕横浜 FC の実はファンでしてもともとごめんね本当に本当にあのもちろんエスパルスに友人がコーチやってるんであれですけど僕横浜 FC に実はああの兄の同級生が J リーグ補足横浜フリューゲルスって言うんですけどフリエって言うんですけどいて僕ねフリューゲルスを応援しに行ってたんですよよく何でかってその兄貴の友達が出てるんで名古屋のね名古屋って中学同じで,でその人も大学でも有名になってでフリューゲルス入ってねで日本にも1回ぐらい入ってるんですよねでだから 今何やってるか分かんないんですけど今なんかどこかのサッカースクールのコーチやってるみたいですけど僕のこと絶対覚えてますよ僕兄貴とその人が仲良かったんで一平君っていうんですか渡辺かっこよかったしうちの近所のねお姉ちゃんと付き合ってたんですよだからよく,よく来てたんですようちの近所のお姉ちゃんですごく可愛い綺麗な人いたんですよ僕も好きだ,だったんだ,だったんですけど友達のお姉ちゃんだったらちょっと嫌だったんですけどうちの近所で結構美人多くて女の子ばっかいいたんですけどねうちの近所で,で僕なんか誰も。 告白もされたんですけど、何人かにむく昔正直ちょっとモテたんで小学校とか中学校高校は全くモテなかったけど告白されましたからね近所の子にあのえー、と思ったけど今思って全員と付き合ってればよかったなと思ってねなんならねうち貧乏だったんでみんな金持ちだったんであまあ貧乏っぽい子もいたけどまあでも可愛い子ばっかだったんでだから僕ちょっと割とね女の子に囲まれてはいたのかもしれないですよねなんか。 男子校とかでもありえないと思っててもうなんか <laughs> あのスポーツ推薦であったけど絶対嫌だと思いました別にその女ったらでもないですよまあでも今だったら女の子かわいい人いればいいなと思うけど当時はもうその女性とも喋らなかったんであんまりだからうちの近所とか友達のお姉ちゃんと一緒に遊園地行ったりとかデートじゃないっすけどね子供なんで行ってたんでただ僕は自身の,その告白した人には振られたりして僕自身はなんか 本当に高校3年まで彼女を作ったことなくて告白とか物もらったこといっぱいありますよ手紙もあるしそういった意味じゃスポーツやってたしそんな見た目もねそんな悪いって感じでもなかったんでなんかだけどまあ恋愛とか女性をちゃんと分かったのは大学入ってからですね大学もねもう12年もねバイトばっかしててねなんかねに奥手だったんですよ正直。 うちの兄貴はすごい掃除受けたんですけど僕はねかなり奥手で今もただもうおじさんなんで喋るけど根本的には奥手だと思いますよもともとそうなんで超遊びまくった時ってないスすからね僕でなんかずっと思いを社会人になっても思いもすいませんねこの話社会人の思いをはせてた、まあ、当時です CA の人がいたんですけど まあ、彼氏がいたんででもなんかいきなり僕のとこに現れてうに,ゃうにゃってなったんで僕なんかなんとなく、ま、なんかもうその時は彼の好きな人いたんで今もっとめっちゃ綺麗な人であのキャビンアンテンダントの人ね会いたいって言われて会ったんですけどなんか結局タイミングとかってありますよねあの出会いとかってその時の自分が仕事で忙しい時とか今熱中してるものがある時とかって。 で恋愛あんんましたくないんですよ僕今恋愛あんましたくないですもうお前しろよ結婚しろ子供作れって言うんだけど僕今したくないです今いろいろねバタバタしてるし男友達にもあんま会いたくないですよなんか忙しいんですよで読まなきゃ本いけない本もあるし引っ越ししたでしょでまあなんか片づい7割8割ぐらい片づいたんだけど事務処理とかあったり。 ななんだかねまあ、片付いてないてですよ、まあ、誰,誰か呼ぶってわけでもないし誰かと住んでるってわけでもないんでまあ気っつは気悪なんですけどまたただあの古い本に囲まれたりちょっと勉強できる時間があったりそういうのは楽しいですよねなんか新しい知識を入れるってことは僕の今の会館なんで別にスポーツなんかしなくてもいいっていうかねと思ってますね筋トレも別にあんまりしたいっていうよく昔すごいやってたんでもういいかなって思ってますなんか別に。 かかっこよくなりたいとかも昔十分かっこいい時期があったんで今更なんかそのイケメンになりたいとかまあそんなないですしまあ意識はしてますよ床屋さんっていうか美容室行ったらかっこよくしてくださいとかいう無理なんだよね美容師さんに要求してますよ僕の担当のね N さんっていうかわいい子なんですけどねあの柏から柏だからあの東京に今今住んでるんですけど柏出身のすっげえかわいいかわすっげえっていうかまあいい子ですよ。 まだお若い20いくつかわかんないですけどねまあ、いつかお茶したいなと思ってたけどまあ無理でしょうね親子ぐらいちゃうんでまあそういう感じのまあ僕なんかねそのなんかね藤子ヘミングさんってあの亡くなられたんですけど藤子ヘミングさんの気持ちが分かってて藤子ヘミングさんは一生独身でなんかちょっと男性に褒められるとポッとなる可愛さとかねそのお,おばあちゃんなのにそういう。 いつまでも少女の気持ちみたいなとこは素敵で僕もそういうとこありますよなんかちょっとこうもうおじさんだけどまあでもなんか職場はまあいいかな別に何も求めてないかな初め求めたんですけどなんか割り切ってやってしタスクをこなしみたいな余計なことはしない方がいいみたいなちょっとなりましたね初め結構気合い出ていろいろやってたんですけどなんかあの この間イベントで友人を講師で呼んだりなんかいろいろやってたらなんかあでもなんかあんまり余計な波風立たずに淡々と皆さんとうまく仕事をすればいいかなとまあいいかなとねあのちょっと叱られちゃいましてまあいいんですけどまあ別にね僕びくともしないんですよ僕で結構追い込まれたことあるんでまあ今幸せってい幸せなんかして僕ね結構やばい時あって。 あの、言えないっすけど、やばいっていうか、何ていうんですか、孤独で、孤独感を究極に味わったことがあって、もちろん恋愛もしてないし、自らを孤独の場所に置いたことがあってで、結構あの時やばかったですよね。だからよくここまで戻ってきたさって感じ。人間ね、あの、追い込まれたら何でもやりますよ。金もね、年収1000万とか稼ごうと稼げますよ、絶対。 みんな動いてないだけですよだからまあそれを自分にも言い聞かせてますけどねで勉強もねやろうと思やりますよただ失神になってないだけですよみんな絶対みんな能力変わんないって今の学生にもそれはちょっとねあのー、3月まであとあと半年ぐらいなんでまあ伝えたいなとで僕はまた4月からその学校にいるかどうかはもうあまあ一応ね正社員っぽくやっておられてるんですけどいるか分かんないんで まあなんかその子たちが2年生になった時に僕はいないかもしれないしまあかんないじゃん地震が起きるかもしれないし僕もね病気になって入院して死んじゃうかもしれないしそんなの分かんないじゃないですかだからもう一日一日をやっぱ大切に生きればあの気持ちを伝えればいいっていうかねやっぱ愛あるやっぱ行動した方がいいっていうかなんかと思いますよねインターネット社会になってなんかあれですよブラジルかなんかがアルゼンチンかなブラジル。 えメキシコだってよな、なんか、スマホ禁止にしたらですよ、1ヶ月。そしたら、幸福度が3割上がったっていうんでね、僕、こんな YouTube やってるから、幸福度上がんないですよね。まあ、僕みたいに、自分の顔をさらけ出して、本名もさらけ出してるやつって、ちょっと頭おかしいねって、僕、何人かにも言われてるんですけど、何にも怖くないですね、僕、多分あの、まあ、根性あんですかね。よくわかんないですね、ちょっと、ぶチキぶチキ恥ずかしいっていうことが、実は、あの、親とかは、僕が一番よ、あの、 家族で恥ずかしがり屋だだったんだけどこうなったのはやっぱりなんだろうな,なんかある時その本とか読んだりいろいろした時にこのまま引きこもるスポーツはできたんだけどこの内向的なのでは人生を無駄にするっていうか死を,死を意識したんですよねあの家族僕4人幸せお兄ちゃんもまあ兄もいるし。 あの金な貧乏だったんですけど結構幸せな家庭だったとは思うんですようち両親なん中まあけもしてますけどね商売やつまあ割と幸せだったような気がするんですよね今の子供たちに比べたら愛,愛にあふれる愛うんでも商売って言ったからそんな愛はないかな叩かれてたとこともあるしねうちのうち九州団地なんでまあでも僕はそこそこいい両親だった だだだっったんてて生きてまますすけどねだなと思っています今もいいなと思ってるしうちのお兄ちゃんも一時溝はあったんですけど兄とまあでも優しい衣装だなとは思いますよみんな頭そこそこいいしねなんか会話になるっていうかなんかやっぱり頭って関係あんのかなって最近思いますよ勉強した方がいいっすよ勉強僕本今読んでて勉強不足だなって思うこといっぱいあるし まあ、早稲田や慶応ぐらい言ってるような人は知ってるようなことも僕知らないこと多いんですよねやっぱ本読んでると分かるんですけど漢字漢字とかもそうだしやっぱりやってきてないんですよ僕は僕よりやってないやつめっちゃいっぱいいるんで僕の学校の教員なんてほとんどやってないような気がするんですけどやっぱね言葉を覚えると想像力も湧き出す幸せもやっぱり幸福度も上がると思うんですよね幸福度って何かっていうと新しい知識を得て 感動するみたいなとととこは結構年取ると余計そうかなな思いますなんかうまいもん食ってウェーって楽しんでるっていうのは若い時は楽しいけどだんだん飽きてくるんですよ僕もそういうクラブも行ってたし昔ね踊るのも好きだったしなんかクラブが流行ったんですよねハウスミュージックとあのだけどなんか飽きるのでだから若い子はとことん遊んだほうがいいし大丈夫です人間飽きますから同じことやってたら。 カラオケも僕ね、今別にたまに行くことはありますよ、付き合いだけど。あと一人の方がいいか。カラ一人カラオケ一回行ったんですよ。そしたら結構良くて、あなんだ俺一人好きなんだと思いましたよ。<laughs> 全然良かったですよね。びっくりしましたよ。何が楽しいの一人カラオケつって。楽しいです。楽しいっていうか気楽ですよね。だからソロキャンプとかもわかりますよね。だからまあ、そう、東東都会はそうなってんのかもしれない。まあ、結局その、 カラオケでさえ1人焼き肉もあるでしょで東京は人が多すぎるんでその反動で一人が好きになるっていうかっていう感じ田舎は人がいないじゃないですかそもそもだから一人でいるの田舎なんでもともと一人でいる感じになる <laughs> 夜は静かだし街に出ればそんな人いないしなんで集団で何か集まるってことだから人がないものねだりなんでだから東京の人の方が一人で行動することが多い でもそこには人がいて絶対喋ったりするし接客で <coughs> まあなんなら常連になったら友達になっちゃうんでそこでそうするとまた狭いコミュニティに入っちゃうっていうねバー,バーとか通うとそうそういうあれなんですよねまあこういう一人漫談してますけど30分もねまあこれでも僕寂しいから喋ってるんでしょうねきっとねただこの話を奥さんとか彼女に永遠にしてても多分つまんないと思うんでこれ YouTube でいいと思いますこれを見てくれるね 200人ぐらい、まあ、最近10人とか20人しか見てないんですけどなんか映画,映画とかねそういうのやると1000人とか2000人とか何万人とかも見てる僕の,あのページもあるんで何万人とかね視聴されてるあるんです僕実は動画で207人ぐらいしかいないんですけど、えー、と映画批評は意外と映画批評あと意外と人気だったの,あの藤井聡太君の中学校のクラスメイトが僕のと。 取引先の人がクラスメートだったんで藤井聡太君の裏話裏話は別にマスコミに出てる程度の内容なんですけど、ね、そういう話とかが結構バズっててまあいろいろですはいそれでは良い一日を日曜日バイバイ東京は曇りですジョ,ジョギングいっぱいいますバイバイ